仙台市立立町小学校は、宮城県仙台市青葉区立町にある公立小学校である。仙台市において、初めて設立された小学校の一つであり、仙台城下、五府大町に起源を持つ建町に位置する。130年以上の歴史を持つものの、近年は児童数の減少が著しい。百七十三年七月七日、第七番小学校として、 建町330番地に開校した。開校時の児童数は272名、仮教師3名であり、下級八級に編成され、読書、算術、修字の三教科が教授されていた。1876年から1879年までは、卓玉小学校という校名で呼ばれていた。1894年、元柳町に新築移転。 1949年、従前の高地と西公園前交差点を挟んで、ハスむいの建町70番地に新築移転。児童数は1907年以降1000名を超えるようになり、1944年には歴史上最多となる1918名に達した。戦後には、1960年代から1970年代までは、全校児童数1000名前後で推移していたが、 1980年代以降には、全受減少。1997年には500人を割り込み、2006年には300名を下回った。2009年度現在、全校児童数は、男子119名、女子129名、合計248名となっている。宮城県仙台市青葉区立町8番1号立町小学校の卒業生には、 工場の月の作詞などで知られる詩人、英文学者である土井万水がおり、校内には土井の共像があるほか、2003年には土井万水資料館が設けられた。現在の校歌も土井が作詞したものであり、仰げば高し天守台うつぶせば流れも、広瀬川桜が丘に隣り合う、と、仙台上司、広瀬川桜が丘という、建町の周辺環境を表した歌詞で始まる。 ありがとうございます。